吉田さん、お疲れ様でございます。なんか私の動画にコメントついてるみたいで、いつものようにね、私の動画のコメントに対して物申すしてくださってますけども、私自身まだね、そのコメントを見れてないんで、その状態でこの動画をお送りしますけども、まあ、引っ越しと介護しかその方はされてないってことなんですよね。でも私も介護やってましたけども、介護の例えば事業所に行くじゃないですか。そしたら事業所っていう建物はありますよね。じゃあ建物を作っている業者ってのはいるんだなっていうふうには別に教わらなくても想像つくと思うんですよ。じゃあその会社に勤めたらどのぐらいの給料になるかなとか、まあそれからね、コンビニに行ってコーヒーの一杯でも飲むと思うんですけども、そこにも商売って溢れてますよね。コンビニ系、フランチャイズ、飲んでるコーヒーのメーカー、それを配送する配送業者さん、トラックのドライバーさん、でそういったものを全て、ね、ロジスティックを管理するソフトウェアのエンジニアさんとかね、ちょっと一つ取っただけで無数に仕事ってあられると思うんですよ。ペットボトルのジュース1本だってね、じゃあペットボトルのそのデザインですよね。ペットボトルを作ってる会社からパッケージデザイン、あやたかって書いてあるとしたらどんな字体で書くのかなみたいな方もデザイナーさんが関わってると思いますし、印刷業者さんがいると思いますしね。じゃあそのナイロンとかペットボトルの材料を作る会社もあると思いますし、じゃあ仕入れ先はどこなのってことになったら東南アジアかもしれないしね、ゴムの原料を仕入れてるところもあるかもしれないって形で、何を見ても一瞬見ただけでそこにはね、無限の仕事と無限の人が関わってることは別に教わらなくても知れると思うんですよ。だから別にこれね、上げ足を取ってるわけでも何でもなくって、私の見え方としては介護の仕事をしていてもそこに転職する要素が無数にあるんですよね。取引先がたくさんあると、しまいには介護の業界には国のお金も入ってますから、じゃあ厚生労働省に勤めるのにどうすればいいのかなとかね。で今となって私の発想としては、そういったものを情報として YouTube で発信するっていう稼ぎ方もあるよねってことになりますので、ここはすいませんけども気づかなくてもしょうがないかなと思うんですが、今言ったから気づいたと思いますけどね。でも介護とその運送業だけやってても転職のチャンスって無数にあって、仕事っていうのは無数に見えてると思うんですよ。それこそね、自分一人のその仕事じゃないですからね。介護っていう業界にしてもたくさんの異業種が関わってるし、それから介護に関わっているとご老人のお世話をすることがあるんですよ。そうするとね、その方が若い頃どうやって生きてきたのかっていう話にもなってくるんですよね。タクシードライバーの方がいて、こういう時代があって、建築業をされていて、もともとは会社の経営者だったとかね、小さな小店をやっていたとか、まあ、いろんな経験がありますから、介護をすればするほど世の中にはたくさんの仕事があって今に続いてるんだなとかね、思うところがあったり、私の場合は戦争に行ったまで ね人もいましたし、介護をしている中には、まあ、背中に彫り物があってね、いわゆるヤクザ出身の方が、まあ、今はね落ち着いて暮らしていて、そういったなんですかね、グループホームにいるみたいなこともあってね、まあ結局人生ってのは大差ないなっていうふうに落ち着くわけなんですよ。まあ、人生はね、春夏秋冬ってものに例えるとすると、夏の時期は結構ね、いろんな広がりがあるんですけども、結局秋になるとみんな収穫のために元いる場所に戻ってきて、冬の時代は必要最小限の行動で、最大限の人生を謳歌するみたいなところに帰ってきてね、一緒なんだろうなとは思うんですよ。でもその時に私の話にもまたなっちゃいますけども、吉田さんも共通かもしれませんけども、年を取ってもしね、体が自由に動かなくなった時、免許も返納して思い出すものって何かなと思ったら、ナイト2000とかね、 R34 とかね、こういった YouTube のやり取りとかネットビジネスで徹夜したなみたいなことだと思うんですよ。じゃあそれってのは今から想像しても思い出したくもないような過去である場合もありますけども、でも俺はこれをやってきたんだなっていう風なね、一つの金字塔になってると思うんですよ。で介護の仕事ってのはそういうふうな他の人の人生の締めくくりに関われる仕事ですから、まさに転職のチャンスもありますし、私の場合は利用者さんとコミュニケーションを取る上でやっぱり人生のヒントをたくさんもらったんですよ。いわゆる私が相談させてもらったっていう立場ですよね。人生を最後まで過ごしてきた人に、最後ね、若者に、私みたいな若造に何か言うことがあるとしたらどんなことがあるかなみたいな感じで、まあいろいろとね教えてくれるんですよね。なんかそうなると、私は介護の仕事っていうのはものすごくね、考え方によっては世界中の引き出しを持てる仕事なんじゃないかなと思ってますね。さあそれでね、手取り14万の話に戻ります。タイトルが手取り14万で、
私もテテル14万ではちょっとね、今やっていけないですね。やりたくもないですしね。家族もいるし、14万って言ったら、場合によっては1日でなくなる金額なんですよ。で、私はね、必ずしも金金やってるわけではないんですけども、まあでもね、金に余裕があるから金金言わなくなったんですよ。で、金がない時は金人生でしたよ。とにかく今日の支払いどうするんとかね、今日の飯どうするんと、借りた金どうするんやと、払うべき給料どうするんやって感じですよね。もう本当に行き詰まりです。